滋賀県立ゼゼ高等学校は滋賀県を内市に所在する県立の高等学校である。歴史ゼゼ班の班校、順義堂の跡地2898年に滋賀県第二尋常中学校として開校した旧制中学校を前身とする。2018年に創立120周年を迎える設置家庭、学科全日制、家庭に学科航空。 順二立校から1998年に制定された、高小学校のシンボルツリーである、悲願桜の花びらを背景にして、中央に、高の遺体字を置いている。これは、旧制中学校時代の校章を継承したもので、中央の中の文字が、新生高等学校発足に伴い、高の文字に変更された。校歌作詞、作曲ともに、 高架作成委員会によるもので、1953年に制定された。歌詞は3番まであり、公名は歌詞中に登場しない、アクセス JR 西日本東海道本線ゼ税駅から徒歩15分、京阪石山坂本線ゼ税本町駅から徒歩2分。1960年に建築された旧校舎の老朽化や、 理数化の設置などが背景となり、校舎の全面改築を要望する声が高まった。そこで、1999年に施設整備委員会で議論され、2000年3月に、ゼゼ高等学校改築基本構想が取りまとめられた。2002年2月に埋蔵文化財の発掘が行われ、野義新ン宮跡が発見された。発掘状況から、かつて宮殿や、 役所の重要な建築物で採用された二面ひさし建物が奈良時代に設置されていたこと、聖武天皇がわずか三泊するためだけに仮設されたことによる天皇の権威や東国行行の計画性を裏付けるものとなった。発掘を行うまでこの付近にはゼゼ藩の藩校があったことしか分かっていなかったため、野木つと宮城の発掘は予想できなかった。遺跡が発掘されたことにより、 新校舎の建築位置が北に25メートル移動し、校舎設計の変更が行われた。そして、2004年、平成16年9月に2年遅れで、工事着工し、2006年2月に、管理棟、教室棟、セミナーハウスが竣工同年3月末に、体育施設が竣工した。その後、グラウンド造成や、体育館改築を終えて2007年10月20日に、 竣工式が行われた。進学教育と進学状況、進路学習プログラム、校内実力講座、模擬試験、英語コミュニケーション能力テスト、書き歩行、小論文指導の進路指導プログラムが実施されている。1999年度から2018年度では、国公立大学に、 現役で150から200人程度が合格する。現役での進学率は、例年後から6割程度である。広大連携2003年3月、京都大学との間で広大連携に係る協定書を締結し、翌4月から、ゼゼ高校の生徒を対象に、金曜日の放課後京都大学で特別授業が開講されている。年間12回の受講により、 高等学校の正規の学習活動として一単位が与えられる。生徒に大学進学を意識させ、進学後の学習に目的意識を持つことを狙う。スーパーサイエンススクール2006年度よりスーパーサイエンスハイスクールの認定を受けている。これが理数科における課題研究に始まり、SSH 指定後は探究、S として継続して指導が行われている。 毎年7月の第2課、水、木、金曜日には湖風祭り、体育祭という学園祭が開催され、生徒は、マスゲームアーティスト、ビジュアルクラスや、有志の発表など様々な部門ごとに分かれ、取り組んでいる。ゼゼ高等学校では、いわゆる部活動の単位を、班と呼ぶ。活動は盛んで、サッカー班、ボート班、ヨット班、弁論班、放送班、 音楽班合唱部等が全国大会、軟式テニス、男子バスケットボールパン等が近畿大会に出場している。2018年には野球班が第90回記念選抜高等学校野球大会に21世紀枠で出場し、同班のデータ班によるデータ野球として一躍脚光を浴びた。また近年注目されるようになった班としてカルタ班がある。 毎年、すぐ近くの大見神宮にて行われる、全国高等学校国ら100人一ュカルタ選手権大会に2013年より2016年まで4年連続出場を果たしており、昨年度大会では団体第3位という結果を残した。本校では、毎年創立記念日に国内外で活躍している卒業生を招き、教育講演会を実施している。 学者文化経済行政政治その他、ありがとうございます。